レジスミスベースボールジャパン代表の滝口です。本日はヘイダー投手の動作解析をさせていただきます。本日もよろしくお願いします。プリセット、この時点で軸足と前足のつま先を内側に向けてひねりを加えている動作です。ストアエナジー、前足が胸につくまでひねりを加えながら足を上げています。この動作によって潜在エネルギーが蓄えられています。ステイクローズ、グラブ側の腕で体の開きを抑えながら変身運動をすることで下半身と上半身で強いひねりを生み出しています。レッグドライブ、前足の着地寸前で軸足でプレートを押すと同時に一気にグラブ側の腕が高く上がり始めます。ヒップ&ショルダーセパレーション、前足着地、グラブ側の腕が下がる、利き腕の上昇の順番で下半身と上半身のひねりを作っています。アウトサイド90、肘の角度を90度以上にして胸郭から本塁方向に向かっています。リンケージシステム、肘の角度を90度に維持した状態から胸郭で大きなしなりを作って投げています。最大外旋位、このタイミングで肘が胸郭の位置に来ます。非常に深い最大外旋位がヘイダー投手の球速を生み出しています。リリース、胸郭よりも肘が前に出ない位置でリリースをすることで大きな筋肉群を使って投げています。この動作が肘の故障を防ぎながら球威を生み出しています。フォロースルー、前足の上に胸が位置するまで上体を倒すことで肩と肘にかかる圧力を大腿四頭筋で吸収することで怪我を防いでいます。フィニッシュ、軸足の蹴りが強くひねりを最大限に使うことで全てのパワーがターゲットに向かうフィニッシュです。スピンアウト、ひねりを使うために前足を少し開き気味に着地をすることにより腰の可動域を増やして投げるためにスピンアウトをしています。この動作もヘイダー投手の大きな特徴です。はい、以上でヘイダー投手の動作解析を終わらせていただきます。本日もありがとうございました。J-bands and it's simple tube. The good thing about these is most bands like this, they have handles, and one of the things that are different with these are these attached to your wrist. So instead of having your handles and you're so tense through your forearm trying to stretch, obviously this allows you to hook them on your wrist.And again, this is just to get your body ready to throw a ball. A lot of people, like I said, a lot of people don't realize what you should do to kind of get ready to throw a baseball. Biggest ones that you have to do correctly, because there's a lot of times where you can get into your shoulder, and that's not what you want to do. I mean, you want to make sure that you're warmed up in your shoulder, but you don't want to make it to where you're leaning your body. You want to make sure it's one fluid motion, slow and controlled. Sometimes I like to go a little faster, but
start feeling it all up and back here and your shoulder. Really good workout to get warmed up. And then my favorite one is the guitar.平凡な高校球児がある練習法で球速を上げドラフト候補に。レジー・スミスが推奨するメジャーリーグ流のトレーニング。レジーの理論で正しい基礎を身につければ確実に目標に近づけます。弊社はレジーの理論が実践できる本場メジャーリーグで使われている数々のトレーニングギアを販売しています。そのトレーニングギアがあなたの野球人生を変える。